悦子さんの作品を紹介したいと思います。悦子さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。悦子さんの作品は立体になりますね。ボードの上にモチーフをあしらうという、はい、こう独特の立体感のあふれた作品が多いですけれども、今回は竜を中心に描かれてますよね、はい、普段から竜を作られることは多いんですか？まあ主に竜が多いんですけど、はい、でも眷属たちを作ってるから精霊っていう感じですね、はい、鳳凰だったり、うん、キリンだったり、うん、ユニコーンとか、うん、いろんなものがいるんですけどね。そうですか、はい、鳳凰がねこちらにいますね、うん、これはカン・カエルという作品です、はい、どこに帰っていくんでしょうね。源へ帰っていくという、源に帰っていく、はい、源から生まれて、はい、生まれてるのがこっちですね。そうです、これは竜、白竜が生まれて、はい、これはビーズを編んでいく、ね、そうです、ビーズとかスワロフスキーとか、はい、そういったものを組み合わせて、はい、ね、作ってます。そうですか、はい、もう長いことをやられてるんですか？そうですね、今8年になります。もうベテランの域でも先生でいらっしゃいますよね。この下絵はアクリル画なんですけど、はい、やっぱりアクリルで下絵を描いてからそれに合うようなモチーフを作るっていう感じでしょうか？そうですね、基本ビジョンを自分で見たものを形にしているので、はいはい、最近はやっぱ宇宙とかのビジョンが多かったりして、まあ、上の作品は四大元素で作ったんですけど、はいはい、あとは本当は水の竜と風の竜っていうのもいるんですが、はい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 、うーん、そうですか。なのでその背景に合わせて竜と組み合わせたりとか、はい、そこに来るものと、はい、あとはそのここの中間になるような感じで絵と竜だけではなくここのそのビジョンに出てきたものがあるんですよね。それをもうちょっとその中間で交わるようにって感じで作品をね、はい、やってます。そうですか、はい、非常にねこう神秘的なモチーフで、そしてストーリーもいろいろあるという悦子さんの素敵な作品でした。悦子さんの応援どうぞよろしくお願いいたします。悦子さん、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。